ホルスの目、ホルスの目は古代エジプトのシンボル。古代エジプトでは非常に古くから太陽と月はハヤブサの姿あるいは頭部を持つ天空神、ホルスの両目だと考えられてきた。やがて二つの目は区別され、左目の目は月の象徴、右目は太陽の象徴とされた。ウアジェとはコブラの姿、あるいは 頭上にコブラをつけた女性の姿で描かれるゲエジプトの守護女神。ウアジェトの目は周期的に満ち欠けする月の象徴であることから、欠けた月が再び満ちるように失ったものを回復させる、完全なるもの、修復されたものという意味がある。エジプト神話ではホルス人の左目であるウアジェトの目は、ホルス人が父をシリス神の仇であるセト神を撃つときに、 失われたが、知恵の神にして、月の神、地の神であるト、ート神によって癒され、回復した。そのため、ウアジェトの目は、すべてを見通す知恵や、癒し、修復、再生の象徴とされた。また、ホルス人が癒された目を、父をシリス神に捧げたというエピソードから、供物の象徴ともされた。また、守護神としてのウアジェトの性質から、 守護や魔除けの護符として用いられた。ミイラに添えられることもある。ツタンカーメンのウジャトの目の胸飾りが有名である。第一中間期と中央国時代にウアジェトの目とラーの目を左右に合わせた両目がミイラを収めた棺の左側面に描かれたりした。これはミイラを守る護符とも死者がこの世を見るための窓とも解釈される。 目は太陽の昇る方向である東に向けられていた。ラーはエジプト神話の太陽神。ラーは自らを崇め敬まわない人間を滅ぼすため、自らの片目をメスライオンの頭を持つ破壊の女神、セクメトに作り替え地上に送り、人間界で殺戮の限りを尽くさせた。処方箋のシンボルである RX マークとの関連性も指摘される。 RX マークのの断面図の消化体とする仮説がある。サタニックサインを横から見たところとする仮説がある。チャプター14エジプシャンアートインデビット・ P ・シルバーマンエンシェント・エジプトダンカン・ベアード・プブリシャース 1997P228 ありがとうございます。